今回はがっつり模様替えもしまして、今までのルームツアーで紹介した部屋とはちょっとガラッと変わってると思うんですけど、紹介していきたいと思います。まずはベッドとドレッサーがこっち側に来ました。で、前まではここに本棚があって、ここにディスプレイ用の棚をベタって壁にくっつける形で置いてたんですけど、それがこんな感じで今はなってます。で、その上に行くと、このね、ガーランドとウォールシェルフは第2弾のルームツアーの時に作ってたままですね。ただこのシェルフの上に飾ってあるものはその時の気分で結構変えてます。今はアンスタの月流れおくんと瀬名泉くんのパシャコレをクリアフレームに入れて飾ったものをメインで置いていて、両端に楽天で買ったフェイクブックを置いて、これはセリアのフェイクブックですね、ちっちゃいやつです。で、これはリトルルームスのキャンドルスタンドで、これはサリュの壁掛けのインテリア雑貨なんですけど、それにレオくんのカードを合わせてます。結構このスペースは遊べるというか、多分このガーランドのおかげだと思うんですけど、何飾っても可愛くなってくれるので、割と頻繁にディスプレイは変えて楽しんでいます。右側に行くと、前からあるアンスタの今年のカレンダーがあって、この丸っこいのはね、お月様のライトなんですよ。これはつけた時にすごい可愛いので後で写そうと思います。ここは、ちょうどこのベッドの枕の上に当たるんですけど、ここはこんな感じで飾ってます。これはアンスタの月永レオくんと瀬名くんのぬいと、あとはうちわも後ろに入ってるんですけど、なんかこういうグッズって結構オタク感がすごい出ちゃうじゃないですか。なんですけど、私はオタク部屋はあんまりオタクオタクってしてない感じで、さりげなくグッズを置きたいっていう感じなので、そういう時はこういうメッシュ素材っぽいバッグとか、あとはちょっとこう網網の中が透けて見えるような素材のバッグとかに入れて飾ると結構ナチュラルな感じになっておすすめです。これはすごいお気に入りの CD プレイヤーなんですけど、この下の紐をプッて引っ張るともう CD が回転して曲が再生されます。で、 Bluetooth も対応してます。これはね、デザインがすごくお気に入り、この CD 自体もこう飾ってる感じになるのがすごく気に入ってますね。そしてベッドサイド、これは IKEA のサイドテーブルで、ライトも IKEA ですね。で、ボディクリームとか、まあそのベッド周りで使うようなものを置いてます。で、下は適当に洋書とかを置いていってって感じですね。ここはポスター飾っていて、あとはこの前回の購入品紹介動画で紹介したサリュのフレームですね。これを縦で使ってて、ペンラの上の部分を適当にぶら下げたりしてます。この下に敷いてるおっぱいラグがすっごいお気に入りです。そしてオタク部屋のメインの場所の紹介に移るんですけど、これは本棚ですね。で、前回と中身とかはそんな変わってないので、ここは紹介はしないんですけど、スライド式の本棚になってます。で、この上がこんな感じでディスプレイをしています。まずこの網網のね、これなんですけど、こうなってるんですよ。これがすっごい邪魔で、でもネジでもう固定されちゃってるので取れないから、どうにかして隠したいと思って、こんな感じで。これはね、100均のダイソーのバッグです。これすごい可愛いのでおすすめです、この網網。で、瀬名くんのうちわが入ってます。左から簡単に紹介していくと、こんな感じですね。ここにヒプノシスマイクのガイドブックと空港くんがいます。で、ここにシルバーアクセ、これ透明のトレーにシルバーアクセを入れて飾ってます。これ透明なので、この下のね、デザイン、イラストがちゃんと見えるので、それがちょっと可愛いかなって。この本棚上は
もう前回からずっとアクセサリーメインで置いてる場所なので、今回も変わらずにアクセサリーが多めになってますね。これはね、セリアの商品2つ組み合わせて適当に飾ったものなんですけど、結構可愛くてお気に入りです。今回のこの本棚上のスペースで一番気に入ってるのが、ここのマイキーとイヤリングゾーンなんですけど、これはサリュの商品です。下が鏡になってるトレイですね。で、このマイキーのアクスタがね、ちょうどこう立てかかる感じのサイズだったんですよ。それがすごい気に入ってて、で、このねゴールドベースのトレイとか、このイヤリングとかイヤーカフのゴールドが多めな感じがマイキーの金髪ともちょっと雰囲気が合っていて、全体的に綺麗かなって感じで気に入ってます。あとこれも可愛いですで、右側はこんな感じですね。マイキーとあとブチャラティ、このボディオイルのこのボトルがちょっとブチャラティのジョジョのゴムの雰囲気と合ってるかなって感じで置いてみました。で、後ろにササラがいるんですけど、この台になっているのは、前回動画で紙粘土で作ったスタンドです。今回はこんな感じで使ってみました。本棚上の紹介はこれで以上です。で、こっちの紹介に移りたいんですけど、その前にこの壁のファブリックポスターをちょっと紹介したくて、ここはね、本当はプロジェクターを映したい壁なんですよ。なので、あまり飾りたくなかった場所なんですけど、ただこのごちゃごちゃとディスプレイをがっつりしている中で、ここだけパカッて何もない壁が現れると結構違和感があるなと思って、まあ、プロジェクター使わない時の方が正直多いので、なのでプロジェクターを使わない時はこのファブリックポスターをかけているようにしてます。こうやってフックでね、簡単にかけているだけなので、プロジェクター使いたい時は外せば OK っていう感じで、はい、ということで最後にここの紹介をしたいと思います。この後ろにあるボードは私が毎回使ってる IKEA のマグネットボードなんですけど、今回はナイツの、ディスプレイボードとして作りました。このメンバーごとにちょっと関連性のあるポストカードと一緒に飾ったりとか、そんな感じでディスプレイをしてみました。このマグネットボードの前は本物のドライフラワーをこんな感じで飾っていたりとか、あとはキャンドルホルダー、リングホルダー、私の動画を見てくださってる方にとってはかなりおなじみのアイテムばかりだとは思うんですけど、で、このセリアの、ディスプレイスタンドを使ってアクスタの高さを出して飾ったりとか、基本の飾り方も変わってないですね。ただそのインテリア雑貨との組み合わせとか配置とかが違ってるっていうだけです。今回このナイツの新曲の CD も飾りたかったので飾っています。で、このカードスタンド、これもね、本棚上で紹介した白黒の斑点のスタンドと同じように紙粘土で作ったものになります。で、キャンドルとかキャンドルライトとか、あとは縫いもこんな感じで飾ってます。で、この縫いとか、例えばこの CD とかがこう後ろのねマグネットボードに思いっきりかぶっちゃってるじゃんっていう方もいると思うんですけど、その感じが私はすごく好きなんですよ、このねごちゃごちゃ感が。なのであえてかぶらせるように飾ってます。そして縫いの前に来ると、この小さいサイズのスタラヤクスタを飾ってます。サリュのトレイに5人乗っけてます。で、ここのすごい気に入ってるところが、すっごい分かりづらいんですけど、このラブのワイヤー、これをつけてみました。もともと壁に、つけて飾ってたものなんですけど、サイズ的にここにちょうどいいかなと思って。これはコットンブーケですね。秋冬の雰囲気が出て季節感があっていいかなって思います。この並々のウェーブ型のミラーは9点で買ったんですけど、
とにかくデザインがめちゃくちゃ可愛くて、これは絶対使いたかったので使えて満足です。そしてミラーの前にはこのレオくんのアクスタを飾ってますね。ボディクリームとか香水の空き瓶とかと一緒に飾ってます。高さがチグハグのものと合わせて飾ったりすると結構バランスよく可愛くなるのでおすすめです。後ろのフレームは前からある、缶バッジを飾ってるフレームですね。そして一番最後の右端、このねつまみのガラスのホルダーみたいなのがすごく気に入ってます。これはニトリで買いました。でここにセナ君のアクスタとキャンドル、貝殻の形のキャンドルが入っています。でこれが、蓋付きっていうか底付きだったんですよ。その底がこれです。これを、トレイで使っちゃいました、別で。これは前からあるダイソーのキャンドルライトと、あとはこのリンライですね。アンスタのナイツのリンライです。で、このミニバージョン。これはね、どっちだっけ？ダイソーかセリア。セリアだ。セリアの商品です。そしてこの後ろがナイツのアクリルフレームのグッズと、あとこれはスタステの、これもアンスタのパンフレットですね。で手前はダイソーのフェイクフラワーを使って、3つ組み合わせて自分で束にしたものと、このペンライトを一緒に入れて飾っています。これもダイソーの商品です。でペンライトも本当にオタク感が結構出ちゃうと思うんですけど、こういう感じでお花と組み合わせるだけでも結構可愛くなるかなって感じです。こっち側のディスプレイの紹介も以上になります。今回も相変わらずごっちゃごちゃのディスプレイなんですけど、こういうディスプレイが好きなのは第1弾の時から変わってないなっていう、こういうごちゃごちゃしたディスプレイの何が好きかっていうと、まあ、ディスプレイするのがすごく楽しいっていうのが一番なんですけど、あとはねどこを切り取っても可愛いっていうのがすごく好きなんですよ。こうどこに目線を合わせても画面いっぱい可愛く映るというか、この感じがすごく好きです。こういう風にインテリア雑貨とグッズを掛け合わせて作るディスプレイを鮫島式と称してですね、オタク部屋のルームツアーとか、あとディスプレイ動画とか、まあ、そういったものもたくさんあげたりしてるので、チャンネルの方をチェックしていただけると嬉しいです。それでは最後にこの部屋をライトアップした夜バージョンのお部屋を見ていただいて、ルームツアーはおしまいにしようと思います。